はい、皆さんこんにちは。バレーボール教育塾の永田です。永田です。今回の動画はですね、ウォーミングアップメニューの紹介です。おー、ウォーミングアップ。はい。その頭には楽しいってつくんです。楽しいウォーミングアップメニュー。ウォーミングアップなんてもうやること決まってるじゃないですか。走ってね、体操してね、まあ、ストレッチしてね。楽しい方がいいですね、どっちかって言ったら。そう、楽しくない方か、楽しい方かって言われたら、やっぱり楽しい方がいいわけですよ。それはもちろん。でしかもまあ、小学校とか、年齢が低くなればなるほど、集中力も短いですから。確かに。集中する時間もね、飽きちゃう。で、そこで、楽しいメニューがあったら、まあ、どんどん自分からやっちゃうでしょ。ああ、突然して。はい。コーチ、もっとやろうみたいな。いつまでアップしても怒られるぐらい楽しいかもしれない。そういうメニューなんですけど、はい、まあ、今回もご紹介していただくのは、バレーボール俊達塾の代表の加藤さんです。はい。全国でバレーボールの教室とか、うん、自身も大学のバレーボールの指導をされています、うん、そうですね。その川端さんが、まあ、いろんな年代の選手を指導されてるんですけど、その中で実践されてる、まあ、楽しい、その中でも楽しいウォーミングアップで、しかもいろんな年代がやっても十分ウォーミングアップの効果が出るっていうメニューなんです。いいじゃないですか。子供だけじゃないですよ、楽しいのは。これ大人がやっても楽しいんで。大人も楽しめる。まあ、今回もじゃんけん使うんですね。じゃんけんするんですか。でしかもじゃんけんで周辺視野を広げるっていう。ああ、じゃあこうランニングしたり、はい、ストレッチしたり、はい、まあ、体を温めたり、こう筋肉伸ばしたりとか刺激したりっていうウォーミングアップじゃなくて、ちょっと脳の刺激。そうなんです。じゃんけんで何かするってことは、そのじゃんけんの勝ち負けで反応反射みたいな、はい、いいとこつきます。あ、まあ、じゃんけんするんで一人でやるわけじゃないですか、ね。はい、そうですね。アイデアがないと。アイデアがいるところでじゃんけんをして、じゃあ勝った人がこう、負けた人がこう、まあ、いろんな動作があって、うん、しかもじゃんけんするんで勝った方がなんかするわけですよね。大体ね。でじゃんけんして僕が勝ったとしますよ、はい。勝ったらこの動作するっていうのをすぐこう反応しないといけないわけですよね。ああ、そのスピードが求められるんですね。そうですね。勝手にゆっくりやってたら、まあ、反応の速度も上がらない。でしかもこれやることで周辺視野が広がるんです。バレーボール視野狭いと、こう選手同士ぶつかっちゃったりとか、お見合いがあったりとか、コート自体がねそんなに大きくない上にスピード速いですから、ボールが。あ、もちろん相手の動きも見てるんですもんね。そうです。ボールを、まあ、どこに来るか予想しながら、しかもいろんな相手の選手の動きがあるわけなんで、うん、味方の動きも見てないといけない、うん、全体的には視野の中に入れとかないといけないので、うん、まあ、そこをアップの時点で広げておくと、うん、あ、しかも楽しみながら、まず楽しみながら周辺視野も広げられる、うん、まあ、こういうメニューを、今回ご紹介いただいてますので見ていただきたいんですけど、今回見ていただく動画はですね、チャンネルの、運営会社株式会社リアルスタイルが制作、販売してます教材の一部を切り抜いたものになりますので、ぜひこの後ご覧ください。それではどうぞ。どうぞ。はい、ウォーミングアップメニュー今度は2つ目です。先ほどの、ね、もののちょっと応用編になります。はい、まず両手を横にして広げてね、でここでじゃんけんをします。でまた相手の眉間を見ながらですね、でじゃんけんをして勝ったら相手の頭を叩きに行きます。でそれはどちらの手でも構いません。で負けた人は引くですね。ちょっとやってもらいましょう。じゃんけんぽい、はい、こいしょ、はい、こいしょ逃げる逃げる。じゃんけんぽい、じゃんけんぽい、はい、こうでしょ、じゃんけんぽい、じゃんけんぽい、はい、こうでしょ、はい、こうでしょ、はい、こうでしょ、じゃんけんぽい、はい、こうでしょ、じゃんけんぽい、はい、こうでしょ、はい、こうでしょ、はい。こういった感じで、まあこれは横に視野を広げる感じですね。でそこで入った情報を体に入れていくと。でたまにこう横にパーンと叩く人がいますけど、選手がね、なるべく頭にするか、もし頭がダメだったらこれ危ないなと思ったら肩でもいいです。肩をパーンと叩くでもいいです。で負けた方は逃げるっていう感じにしていただいても構いません。